次の整式 A を整式 B で割った小と余りを求めましょう言うて、もう普通にあれよね、割り算筆算しましょうってやつでしょ。はい、1番いきます。2x の 2乗ちゃうわ、3乗か、マイナス 5x の2乗、マイナス5。ちょっと待ってよ、これは1個開けた方がいいんやったっけ。マイナス、要はここが3乗の式の場所、ここが2乗の場所で、ここ1乗の場所ってことで、もう特になしや、ね、1乗なしなんで1個開けといて、0乗の場所って書いてる方がやりやすいんやったっけ確か。でこうやろ、で 2x マイナス1で割りますよと。ほなまず1個目ここな、この次数、ここの次数じゃねえや、ここの 2x に何かけたら 2x の3乗できんねんってことよ。それだけ考えればいいよってことやろ。ほなまあ x の2乗でしょ、かけたら 2x の3乗が出来上がりますよと。ほなまあマイナス1にも x の2乗かけるとマイナス 1x の2乗やでと。でまあいつもと一緒の普段通りの引き算ですね。上から下引いてあげるとマイナス 4x の2乗になるのかな。こうで、これは下ろしてきたんやね。だからここにあったやつを下ろしてくんねんけど、まあ今回特に何もないんで、そのままや。じゃあ、このマイナ 2x に何かけたらマイナス 4x の2乗になんねんってことやけど、マイナス 2x かければいいよってことでしょ。なら、こいつと掛け算してマイナス 4x の2乗。だから、マイナス1と掛け算するとプラスの 2x やな。こうやろ。で、はい、引き算します。ここの部分は消えてくれて、こっちは何もないところから 2x を引き算するから、マイナス 2x やろ。で、今度はこれが降りてくんねんな。マイナス5が降りてきますんで、こう。ほな、あとは、ここ何かけんねん言うたら、まあ、2x にね、マイナス1かければ、マイナス 2x できますんで、マイナス1やで、いう話。みんな掛け算しとくと、マイナス 2x、マイナス1とマイナス1でプラス1な。はい、こう。で、これ引き算しましょうと。そうすると、マイナス6ですかってなりましたんで、ほんなら、小は、よいしょ。割り算した答え、小は、ここやね。x の2乗、マイナス 2x、マイナス1やで、ということでしょう。ほんでもって余りやな。余りは、まあ、マイナス6よ。ということでした。めちゃ簡単。はい、2番も同じようにしていきましょうか。な、多分。次の式 A、B を X についての整式と見て、A、B、A を B で割った小と余りやな。A を B で割った小と余り。OK。まあ、だが一緒だよ。3乗、X の3乗はまずこいつやろ。だから、2X の3乗やんか。で、次が x の2乗やけど x の2乗おらへんね、この中に。ってことは1個開けといて、次が x の場所や。だからこっちを先に書こう。マイナス 3xy の2乗。1個開けて、マイナス 3xy の2乗。で、次 x が何やつやから、最後これやね。プラス 10y の3乗。プラスの、よいしょ。10y の3乗と。を割ります。何でっていうと、x プラス 2y ね。x プラス 2y。ほな、まあ一緒や。こいつに何かけたら 2x の3乗なんねんってことやから、2x の2乗でしょと。やろ。なら、ここ 2x の3乗が出来上がって、もう一個この 2y に掛け算するから、プラスの 4x 2乗 y か。これね。で、引き算しますと。そうすると、ここは消えてくれて、残ったんが、こいつや。引き算しとうから、マイナスつくな。マイナス 4x の2乗 y や。で、この子降りてきます。マイナス 3xy の2乗と。じゃあ次は、こいつに何をかければ、マイナス 4x の2乗 y なんねんってことやから、マイナス 4xy か。いやね、これかけといてあげると、マイナス 4x の2乗 y が出来上がって、もう一個の方が、これやね、マイナス 8xy の2乗か。ってなるよと。これ引きます。引くってことやから、ここプラスになるね。マイナス 3x の2乗 y からマイナス 8xy の2乗引き算するから、プラス8になって、5ですか?じゃあ、プラス 5xy の2乗でと。で、これそのまま降りていきます。ってことは、プラスの 10y の3乗か。はい、ラストです。5y の2乗かければいいですか ?5y の2乗を、
この5にかければ 5xy の乗になるもんね。はい、そうやわ。ほんならいいですか、言っていいんですかね、これ消してほしいんですけど、あ、 OKOK いった、じゃあ5ちょっと待ってな、 5xy の2乗プラス、あ、ラッキー、これ 10y の3乗になるんじゃん。ってことは引き算すると消えますね、0や。ということで言ったんじゃないでしょうか。またちょっとフリーズしてますけども、これ何なんですかね、小が、2x の2乗をマイナス 4xy プラス 5y の2乗っていうのが小やで。とでから、次またフリーズしました、ちょっと待ってくださいね。なんだこれ、バージョン新しくなったからってことか、なアップデートかますとこんなことになったりするんですかね。余りが0や、余りなしって言ったらいい、まあ0でいっか。はい、ということでこんなもんでしょうか。ピッピって書いたよ、はい書いた書いた、ちょっと待ってね、止まっております、よいしょ、こうね。はい、ということで、以上でございました。今回まあだいぶ簡単やったね。はい、お疲れ様でした。